ですね。アコギ弾いたりウクレレ弾いたり歌ったりしてます。今回ですね、 T サイトということで、もう T サイトがちょっと来てからなんですけど落ち着きすぎちゃって、もう最高と言いますか、まあ魅力って言ったらやっぱ何と言ってもおしゃれなところなんでしょうね多分。昔の自分は結構多分到底足すら踏み込めない領域なんですけど、もうツタヤとか昔よくあのレンタルとかしてて、あんなおしゃれなツタヤあるんだなみたいな、楽しんでいただけたら嬉しいかなと思ってます。これでも結構数学が苦手な教科の一つで、でもあの友達、近い友達の一人ですごいあの数学が好きすぎて困ってるってぐらいな友達がいるんですよね、一つ年下で。で高校の時にですね、まあ数学夏期講習で手伝ってくれて、彼の一つの好きな数学単語の、それを引き取って、曲にしました。ハイパーボラって曲です。先月の方でですね、ミュージックフォーユーというアルバムが、一応日本の方でリリースされたということで、自分のオリジナル曲とか、テラスハウスで流れてた BGM とかカバーしてたりするので、ぜひ演奏終了後に一応あの後ろの方の席で、購入できますので、もしお時間ある方いればお願いします。浮かべて作る曲もあれば、やっぱりあの自分の経験をもとにとか、まあ、いろんな感じで、まあ、その曲って思いつくんですけど、
今から聴くこの Music for You っていう曲はやっぱ自分にもっと自信持ってほしいと言いますか、そういう曲です。じゃあ今回弾く曲は、全てアルバムの中に入ってますので、もし興味ある方いればぜひぜひ。やっぱその、ハワイといったら何ですかっていろいろ多分質問いろんな答え方があると思うんですけど、景色もすごい自分好きで、でもやっぱ印象として一番深かったのがウクレレかなって。すごいギターと比べてですね、すごいサイズもコンパクトで、基本的に4弦しかないんですよね。で、あまり日本では触ったこともなかったんですけど、引っ越して触れてみて自分の曲を作り始めて、本当にウクレレって結構もうちゃんとした楽器なんだなっていうか、もうちゃんとやりたいこと全部できるみたいな、その魅力にすごい惚れました。
ウクレレの。Memories of this place っていう曲です。直訳で、この場所の記憶って曲です。もう何人かもう本当に今日ライブ2日目といいますか2回目の方もいるので、もう締めの曲はもう分かってるかなって思うんですけど、本当に今日はですね、来ていただいた方々全員本当にありがとうございます。非常に楽しかったですね。すごい楽しい時間を過ごせて、ハワイのことも自分も結構知らないことたくさんあったんで、それも全部紹介していただいて、すごい勉強になりました。
すごいもう空間もすごい安らぐっていうか、ゆっくりできる空間なんで、また時間があれば足を運ばせてみようかなって思ってます。この曲はですね、テラスハウスっていう、番組でですね、家の中で作った曲なんですけど、物語っていう曲です。足を運んでいただければなというふうに思います。で、後ろの方になんですけれども、実はこのこういった飯田会さんのオリジナルの T シャツも
本日は後ろの方でお取り扱いさせていただいております。 CD と合わせて後ろの方にありますので、ぜひサインの方もしていただくよいただけるかと思いますので、ぜひ手に取っていただければなというふうに思います。あとは、先ほどこちらなんですけれども、365日ハワイ一周絶景の旅なんですけれども、こちらの方もご自宅